てくるふわとろオムライス。審査員は力也で、ポイント取るのは味、見た目、うん、ふわとろさ。なるほどね。2対2。おお、2チームだね。それでは早速チームを決めましょう。はい、レッツトライ。はい、今からチームを決めましょう。ベーコン切って。ご飯からしたら。
先生説明書もあるのにできないとどういうことだ。でもさ、玉ねぎに色つくまでやらなきゃいけないやつ、ね、よし、ベーコンしよう。ベーコンいいんだよ。ベーコンと玉ねぎから炒めなきゃいけない。でもうちらも違う、ね、はげ、次はまだまだ違う、たまに、せっかちまだまだですよ、ゆうちゃん。次のこと食べないとこ、あ、そっか、強火の方がいいね。強火じゃないと思う、強火じゃなかった。ゆうちゃん頑張って、塩コショウ入れる、ここに、あ、おいいね。塩コショウ入れます。アレンジです。違います、レシピに書いてあるもっともっと、もう使う方やったらいい、飛んじゃうから。いいよ、ありがとう。味見する、一口玉ねぎ生で、玉ねぎ生で、ゆうちゃんこれまだ、え、まだだって、ね、茶色にならないと火通ってないよ、玉ねぎって。頑張って、ゆうちゃんだから。もう寝ないで。はい、もう寝ないの、焦げてきたって。もうあの玉ねぎ生だよ、まだご飯が焦げてきちゃった。ベーコンはでもいい感じになってきたけど、あ、玉ねぎもいい感じになってきた。でしょ、ちょっと入れちゃう、もう入れちゃうの、入れちゃうよ、まだだって、じゃあ20分ないよ、うん、大丈夫、まだ、え、行こうよ、まだ大丈夫、ゆうちゃん、うちらの方がポンコツチームなんじゃないの。大丈夫かな。せーん、せーん、ちょっと食べてみます。てかさ、うちらさ、芯切ってなくない？切ってる、うん、取る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 、待って、待って、待って、さあ、じゃあ、ケチャップ、ケチャップ入れます、入れます、はい、いくよ、どれぐらいかかるからね。いいよ、もう一回、もう一回、
のオクラで違う。次は、ポンコツチームに新人。違う。次は。